すごい。えい、洗い物をしたくない絶対に。あはい、なんかすごい申し訳ないなって思いました、書きながら。こんなことで悩んで。わきちゃんはでもどうなの？一緒です本当に一緒です。したくないだろうなって思います。その話したかもしれないです。ちょっと あ、しましたっけ。あ、したかもしれない。めんどくさいっていうお話を。ひなこさんしますか、洗い物？洗い物でもしなきゃいけないじゃないそうなんですよ、しなきゃいけないからね。いや本当にやばすぎて最近、あの料理は好きなんですけど、洗い物をしたくなさすぎて料理をしなくなったんですよ最近。なんかもうフライパンとかを洗うのが嫌で、もう絶対にしたくないって気持ちがもう最近すごすぎて、あの紙皿と割り箸を買いました。そう、手料理なのに。でもこの悩みがついに解決され、明日食洗機が届きます。うわー、やったー、買いました。ついに卒業でした。はい、でも今ちょっと悩んでることがもう一個あって、あれ食洗機が明日届くんですけど、食洗機を置く棚が2週間後に届くんですよ。順番時間かかるな。食洗機床に置いて回さなきゃいけないんですけど、工事不要のやつを買ったので、あの排水するときとかホースでビャーって出すんですけど、下からじゃ多分出ないんですよ。登ってって降りてくるみたいな感じになっちゃうんで。そうなんだ。大変なんですよね。多分2週間まで使えないかもしれないです。いや、ちょっと我慢して我慢してもらって、ね、すいません、すげえプライベートなお悩みでした。はい、なんかお二人は、はい、密かな悩みありますか？密かなあるんですけど、すごい密かすぎるんですけど、あの私、こうやってあの検知式のトイレ、なかなか流れないのがすごい悩みなんですよね。わかります？センサーの反応しない。センサーのやつがもうイライラしちゃって、あれにあ、まだ流れないのかってっていうのは悩みです。トイレ以外のさ、やつはセンサー、例えば手洗うやつとか。あ、石鹸もなかなか来ないです。そうなんだ。なんか薄いのかな。なんか薄いんですかね。手のあれが悩んでます、結構。どうですか？私の密かな悩み、なんかそのずっと身長を伸べないこと悩んでいて。かわいいな悩みが。いやでも本当になんかだんだんちっちゃくなってきてんの。それ心配。そうで、早いじゃん来るのが。もうちょいね、そうですね、30年40年後だったらさ、あれだけど、今から縮み始めてたら本当将来が不安で。そうだから結構ね、アーモンドフィッシュとかいうのかな、なんかいろいろ背が伸びるよみたいなやつ、魚とかいろいろ食べてるんだけど、かわいい、全然伸びなくて。かわいい、かわいい。いつか日高さんがぶら下がってるやつとか見てみたいですね。身長伸ばしたい。健康器で見たい。なるほどな、皆さん悩みがあるんですね。ありがとうございます。